今回はカマスペこと釜玉アレスペシャルコースの練習にお邪魔しました。今日ここで練習している子たちはですね、なんと釜玉スペシャルというカテゴリーに属している子どもたちなんです。ワンランク上の技術を習得しようと頑張っている子どもたちのカテゴリーということで、ゴール空いてる、敵来てないんだったらもう絶対シュート。じゃあ初めて投げる、ドリブル目指すのかパスで投げてるのか、シュート見て、シュート見て、守らんね、ゴール守った、じゃあ次ここはするね、もっとそういうのを見ないで、はい、じゃあ、はい、どうする、まず、いやー、やめて、あ、見て、相手の変化見てるか、相手の変化見てるか、おお、それだ。おお、相手の変化見たな、ナイス。惜しい、いい守備、ナイス。さ、攻撃の方も守備の方も良かった。すごい真剣。あとやっぱりこうワンランク上の技術を習得しようというその意気込みがこう見てても伝わってきます。あとヘイヘイって言ってる声が超可愛いです。ヘイヘイ。おお。惜しい、交代。でもこれからもトレーニングでしっかり頑張るよ。まず全力を尽くすことで、手抜いて絶対上手くなるんだよ。全力でやると絶対上手になるからね。わかりましたか。はい、じゃあ終わります。気をつけ。気をつけ、ね。ありがとうございました。はい、練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれ、さっきまでめっちゃ元気だったのに声ちっちゃいんちゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあちょっとお名前教えてください。お名前は古川海斗です。海斗くん何年生ですか？4年です。4年生。今日は雨の中の練習でしたけどどうだった？練習は、寒かったけど楽しかったです。確かに今日はミニゲームしてましたけれども、はい、どうでしたか今日自分の動き的には？スペースにはちょっと動けたけど、もっと動きたと思います。なるほど。ねえ、先生はどんな風にサッカーを教えてくれるの？自分たちの、できてないところを教えてくれる。そっか、分かりやすい？はい、分かりやすい。先生はどんな先生ですか？優しいです。あ、優しい。そっか、他には？かっこいい。あ、かっこいい。あ、そっか、すごい、ポンポン出てくるよ、ポンポン。先生聞いてる？練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと緊張してる？さっきまで元気だったのに。6年の多田龍馬です。今日先生に教えてもらったこと、例えばどんなことですか？トラップしてシュートを打つ、うん、今日ちなみにシュートは決まった？何本？2本。じゃあ最後にこれどんなサッカー選手になりたいか教えてください。長友みたいなサッカー選手になりたいです。あー、なるほど。じゃあしっかり練習頑張ってね。さあ、というわけで練習を終えた斉藤コーチ、コーチですね。はい、斉藤コーチにお話を伺いたいと思います。お疲れ様でした。やっぱりあの雨の日でもこうやって練習するんですね。そうですね、ちょっとどうしようか迷ったんですけども。あ、やっぱり今日はそれぐらい結構降ってますよね。でも子どもたちすごい元気に。もう始まる前はあれやったんですけども、始まってしまえばね、まあ、まあ何関係ないと思う、うん、そうそうで、はい、今日のこちらのカテゴリーというか、はい、スペシャル釜玉スペシャル釜玉スペシャル釜玉アレスペシャルコース。あ、釜玉アレスペシャルコースだったんですね。はい、それを略してカマスペ。あ、カマスペの子どもたちということなんですけど、はい、もうちょっと詳しく説明してもらいたいんですけど、どういう子どもたちなんですか？そうですね、3年生から6年生までで、セレクションを行いまして、それで選ばれた子どもたちを中心にトレーニングします。それやっぱり狭き門なんですか？ちょっと今のはそうですって言っとけばいいと思います。狭いと思います。ですよね。やっぱそれなりに技術だったりとかそういうのを求められるのは当たり前ですよね。その他にもこういう要素を求めてるってあるんですか？そうですね。やっぱり何事も一生懸命できる子供っていうのを一番。この練習の内容的にはどういうことをこうメインでというか、どういうふうにやっていくのがこうスペシャルなんですか？そうですね、まあ、別にそこまで特別なことっていうのはそこまでしてないんですけども、うん、やっぱもうドリブルであったりパスであったり、うん、シュートであったりっていう、うん、多分基本のことをもっと細かく分かりやすく教えるようにできたらいいなと思って心がけてやってます。あと釜玉アレのこのサッカースクールの子どもたちって
何かこう特典とかあったりするんですか？そうですね、西部校であったり東部校であったりいろんな釜玉のスクール校があるんですけど、その中で交流戦っていうのを行ってまして、うんうん、まあ、自分たち普段のトレーニングを発揮していただく場があります。試合ができます。で、あとスクールキャンプであったり、うわ楽しそう、エスコートキッズ選手と J リーグのエスコートキッズも、はい、一緒に入場するやつですよね、はい、一緒に入場するやつ。そんな蒲田マーレサッカースクールはどうやったら入れるんですか？蒲田マーレサッカースクールは無料体験随時行ってますので、はい、事務所までお問い合わせいただけたら、ほう、はい、随時体験を募集してます。うちのね蒲田マーレサッカースクールに来ていただいたら、お宅のお子さんがこうこうこうなりますよみたいなのってあります？サッカーの技術でももちろんそうですし、こうメンタル的なことだったりとか。サッカーが大好きになりますでしょうね、はい、絶対そうですよね、はい、ぜひたくさんの子どもたちに蒲田マーレサッカースクール参加していただきたいと思います、はい、こんな面白くて、はい、かっこいい先生が待って